よし、そこよ。香る緑に囲まれて、ああ、いい感じやな。希望の朝日に包まれた我が母校の南門には、めっちゃ吠える犬がおる。北門出てすぐの家にはめちゃくちゃ大きい犬がおる。校庭をうろうろしているあの犬は最近子犬を産んだらしい。そんな我らの学び屋で出会った高戸のメモリーは二十歳以上になっても Don't forget ハートマーコとカエル触ること。僕たちは今大人への階段を登ろうとしている。なんやこれ。僕たちは決して後ろを振り向かない。何これ。プリント用紙を後ろに回す時のように、僕たちは社会のルールを破らない。体操マットの耳をちゃんと中に折りたたむ時のように。あ、校庭に犬入ってきた。また犬入ってきた。また犬入ってきた。桜の花に囲まれて、桜咲く我らは高度よ、笑顔咲く君とつながってたい。隣同士あなたとあたし桜んぼ。パクっとりやないか。カエル触ること。もうええわそれ。ああ我らの、ここハミングすな。2番もあんねや。うわ嫌やなこれ。もう覚えの音が一番でも言うだけど、なんちゅう歌詞やこれ。めちゃくちゃ大きい犬がおる。もうええわ犬は。犬分かった。就職率は低いけど、あかんやん。エンゲル係数めっちゃ高い。食べ過ぎや。この学校の女子生徒、うん、昔から大大ブス多い。なんでそんなこと言うの。そんなこと言うなお前。せやけど、なんでセリフなっとんねん。女の顔やないなんやねん。ここ尽くす女が一番ええ女や。誰が歌うんだ。せやからわしに黙ってついてきたらええ。何これ神器臭い顔すな。酒や酒とウコン買うてこい。酒とウコンで結構健康気にしとるやないか。高校生酒飲んだかやろ大体。何じゃこれ。なんでええねん。英語の効果おかしいやろ。何だここ。なんかかっこええな。ほんでなんで学校の効果で英語入ってまた英語繰り返しや。最悪や覚えんの。こめまく繰り返し。なんじゃこれ。我らの来た灘高校。いや嘘ついてるやん。